はい、皆さん、こんばんは。カもラチャンネルです。えー、令和2年1月の9日、えー、夜の8時です。えー、お待たせいたしました。最近ね、暗い話題ばっかりでしたが、今回は明るい話題です。えー、平塚正幸さん、サイフラットマンドさんが、えー、アマゾン欲しいものリストに、えー、衝撃の、えー、商品を追加されました。ということでですね、紹介いたします。皆さん、びっくりされないでください。まず一つ目。えー、立花投手の本です。ぶっ壊す力。 えー、お値段が1650円となっております。えー、これね、えー、有名な話で、えー、この本の帯をですね、えー、有名な、堀江門さん、堀江貴文さんが、えー、書いた、書いてくれたと、担当してくれたということでね、一時期話題になりました。えー、帯の部分読ませていただきます。立花さんは政治家というより、天才ビジネスマン。この男が時代を変える、堀江貴文というね、帯がついております。 えー、この本はですね、えー、簡単に言うと、え立、ー、花投手のですね、えー、自伝的な、えー、本ではないのかなというふうに、えー、思います。えー、内容賞、内容紹介ですね。えー、本当のことを言う人間が評価される時代がやってきました。インターネットの普及により嫌わ、嫌われることを承知でやれる時代が到来したのです。着飾った本当の自分ではない、自分を好きになってもらっても意味がないと思いませんか 人から嫌われてもいいので、本当のことを言う。これが、ぶっ壊す力の源なのです。というね、これはおそらく立花投手の言葉だと思います、えー。ネタバレになりますのでね、えー、まあ、これは、えー、あまり詳しくは言いませんが、第1章が破壊力。第2章、影響力。第3章、説得力。第4章、戦略力。第5章、人心症、悪、迫力。悪力かな第6章、統率力。 えー、第7章、革命力ということがね、えー、書かれております、えー。出版社からのコメントが、ね、YouTube にて、立花投資自身が語っているように、人間、立花隆の生き方の全てがここに詰まっておりますと。えー、たとえ少数派でも自分が正しいと信じられるのであれば、嫌われることを恐れず、既存の考えをぶっ壊すつもりで戦ってください。えー、本書を読めば、嫌われる勇気が身につくはずですと。 これからお金を稼いで成功者になりたい人、家族や部下などの多くの人を守りたい人、リーダーになりたい人に最適な一冊になっております。というふうに、えー、書かれております、えー。びっくりしましたね。えー、社会活動家、平塚正幸さん、サイフラットマウンドさんがですね、立花投手が、えー、出される自伝、えー、を欲しがっておるそうです。信者の皆さん、えー、買っていただける方いらっしゃいますか、えー これって僕ちょっと思ったんですが、信者側から見ても、立花投手の本自分で買えって思ってませんかねまあいいです。え二、ー、つ目です。えー、新版、NHK をぶっ壊す、受信料不払い編。えー、日本放送協会の、えー、放送受信料を合法的に支払わない,支払わないための、 放送法対策マニュアルということでね。えー、こちらの方は、えー、もうすでに販売されておる、えー、単行本となっております。これも立花投資の本です、えー。値段がですね、お値段が1100円、えー。先ほどのぶっ壊す力より若干安いですね。 えー、こちらはですね、えー、内容紹介。NHK の受信料は放送法64条に、えー、基づいた、えー、契約義務を定めています。しかし、契約しないからといって、視聴者側に罰則規定はありません。一方で、NHK から委託されている集金には、アポなしで訪問し、強引に契約しようとする違法行為が多いとされています。この問題について、冷静に法律、えー、裁判という解決法を模索して解説するというのが本書です。ということを書いておりますね。 で、出版社からのコメントが、えー、本書は、えー、9番2017年発売に、えー、ワンセグ携帯事件とレオパレス入居者事件の最高裁判例の、えー、解説2つを過失修正したものです。2017年当時は立花隆という人物があまり知られておらず、発売当初、えー、書店から、えー、の注文は少なかったのですが、いくつもの えー、選挙を経て有名になっていくうちに販売数も伸び、えー、参議院議員にも当選し、国政政党になった機会に、えー、新しくさせていただきましたということですね。えー、立花氏の肩書きは参議院議員とありますが、現在は議員辞職されているため、えー、すでに正確な肩書きではありませんが、えー、作業終了時2019年10月1日に、を、に、えー、基準にさせていただきましたということですね。えー、全95ページということですね。 えー、こちらの方は、2冊目の方はですね、すでに発売されております、えー。で、ぶっ壊す力の方はですね、えーはえー、2020年1月の31日となっておりますね。 え、これ実はね、ブッコワッチから、僕もすでに数日前にですね、アマゾンの方で予約、注文予約をしております。お金も支払っておりますので、自動的に僕の家にもこのブッ壊すッチから届きます。大変楽しみにしておる本でございます。ということでね、この本の出版予定日は2020年1月30日。 一日ですと。でね、うちに届くのが2月の1日から2月の4日の間に届きますというようなね、メールが Amazon の方から来ておりましたということです。社会活動家、世界的に活躍されております。サイフラットマンドさん、平塚正幸さんはですね、N 国党を抜けられた後ですね、継続して立花党首並びに N 国党のことを批判されておりますが、今回、 えー、まさかのですね、まさかの立花、えー、党首の本2冊をですね、欲しがっておられますということでね、えー、平塚信者の皆さんは、立、え、花、ー、党首または N 国党に対してどういうふうに、えー、考えていらっしゃいますか、えー、平塚さんが嫌っている N 国党または立花党首のことを、えー、信者側から見てですね、やっぱりひろ平塚さんの考えに同調している部分というのは、 えー、お,おそらく僕の想像ですがあるのではないかなと思います。えー、なのでね、えー、信者側の立場に立って僕は物事を考えてみるとですね、えー、平塚さん信者の側にたの立場に立って考えてみるとですね、なんで私たちが立花、えー、隆の本を買わなきゃいけないのって思う人も出てくるんじゃないですかね。それともですね、あのー、 信者、信じている平塚正幸さん、社会活動家の平塚正幸さんが欲しがっているんだから私は何でも買うよ。僕は何でも買うよ。たとえ立花投手が書いた本であれ何でも買ってあげますよというスタンスなのでしょうか。え、ちょっとそのあたりの、え、ニュアンスが僕には伝わってきませんが、え、どちらにしてもですね、え、サイフラットマンドさん、平塚正幸さんはですね、 立花投手が出される、え単行本を2冊欲しがっているということですね。えこの Amazon 欲しいものリスト、えシリーズですが、僕はこの商品を紹介させていただいたのが、え今までの商品紹介をさ、いろんな、えね、え三品茶だったり、耳かきだったりとか、えいろいろありましたね。ミックスナッツとか、えそういったものも、え楽しく商品を、え説明させていただきましたが、今回ほどですね、え楽しく嬉しく、え商品説明をさせていただいた、 商品は今までにありませんでした。えー、尊敬するですね、立花投手の本ご紹介させていただきました。えー、信者の皆さん、複雑な心境かもしれませんがですね、えー、あなたたちが、えー、崇拝されておりますですね、えー、世界的に、えー、活躍されております、えー、平塚正幸さん、サイフラットマウンドさんがですね、え立花投手の本2冊を、えー、欲しがっております。 え、どうぞ、えー、早く、一秒でも早くですね、えー、予約、注文、または、え、現在発売されているものについてはですね、え、早急に、早急に、え、発送してあげてください、ということですね。はい。じゃあ、行きましょう。最後の、あの、セリフです。せの、せの、自分で買え、帰れ。